さん。浦島なのですか。そうだよ母さん。母さん、これは一体どうしたんだい。私はもう。お前は早く逃げなさい。ここは危険です。できないよ。母さんを置いて逃げるなんて。アラミ様が集まってきている。かぐや様、非常事態です。早く逃げねば。浦島、母ちゃんを連れて早く。浦島、お前は昔から優しい子でした。私もいいから早く逃げよう。今の音は。浦島、逃げて。母さん、急げ。浦島、何かすごい奴が。カグヤ、どうしてこんなところに。ツクヨミ様、なぜ。私の言いつけに背いて、はあ、悪い子。あれが母様。確かに月読み様のようでいらっしゃいますが、しかしあの形相は。母様、私、母様にお聞きしたいことが。カギア、ダメだ。月読み様は普通でね。ダメだ。悪い子はこの母が。許しません。どうして。カグヤ、無事牢へ戻るのです。あなたに定めが。どうしてそんな定めを私に押し付けるの。教えて母様。みんな死ね。行くわ。すごい。やーやおお。やった。やったね。
せっかく会えたのに。話を聞いて。かぐや殿、月読様は明らかに正気を失っておられるようです。呼びかけては無駄かと。母様。行くわ。力なんだ。こんな邪悪な力を母さんは止めようと。なんとかしなくちゃ。僕がなんとか。なんという強大な力。母様、一体どうしたの？行くわ。行くぞ。みんな、このままじゃ、いずれ。かぐや、宇治へ戻りなさい。他の者は生かしてはおかぬ。浦島さん、あれ、乙姫様がくれたあの箱。そうだ、玉手箱。乙姫様、本当に危ない時ってのは今だよね。だったらこの玉手箱を。行くぞ。正常の力が、おのれ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 ！聞いてる？これは、マガタマ？やめろ！それを、
それを、己、人草ども。かぐや、私は、いずれ。九州の傘下にかぐやの心は傷んだ。何より阿蘇の噴火を止められなかったことはかぐやを心から打ちのめした。それでも僕たちの王女は力強く立ち上がる。かつて生贄となる定めだった少女は今僕たちの国の未来を見つめ始めた。もう誰も犠牲にしないために。しかしその前には愛しき母が立ちふさがる。変わり果てた勇気のごとき姿となった母が、母の呪いか、どこかで何かが切れる音がする。何かがあちらからやってくる。かぐやは少し立ち止まって再び歩き出す。出雲へ、大和へ。